ベイツが1861年に表した論文より、無毒な白蝶と、有毒な縦波蝶かマダラ蝶赤の蝶との間の、ベイツ型擬態を示した図。最上段中央には、ベイツ型擬態を示さない白蝶も配置されている。ベイツ型擬態は、本来無害な種が、捕食者による攻撃を免れるために、有害な種に自らを似せるという生物の擬態の一、様式である。 典型的には有毒種が持つ、警告色と似た体色を別の無毒な種が持つという例が挙げられる。ブラジルの熱帯雨林における蝶の研究をもとにこの、様式の擬態を報告した、イギリスの博物学者、ヘンリー・ウォルター・ベイツにちなんだ名称が付けられている。ベイツ型擬態は最もよく知られ、最もよく研究がなされている、擬態様式である。よく似た、別の擬態様式として、 ミューラー型擬態が挙げられる。こちらは、有毒な種同士が互いに似た特徴を示すことで、お互いの捕食されるリスクを下げる、固形的な擬態様式である。また、ベーツ型擬態と対照的な擬態様式として、攻撃擬態が挙げられる。これは逆に、捕食者の側が無害な種に擬態することで、捕食の成功率を上げるという擬態様式である。ベーツ型擬態の研究では、 ほとんどの場合視覚シグナルが注目されるが、実際には他の感覚のシグナルも擬態の対象になり得る。例えばある種の画は有毒なガガコウモリに対して発する超音波シグナルを真似ている。これは聴覚シグナルにおけるベーツ型擬態の例である。ヘンリー・ウォルター・ベーツが後に自らの名前を冠することになる擬態様式を初めて報告したのは、 1861年のことであった。ヘンリー・ウォルター・ベイツはイギリスの探検家、博物学者で1848年からアルフレッド・ラッセル・ウォレスと共にアマゾン熱帯雨林の調査を行った。ウォレスは1852年に帰国したが、ベイツは10年以上もアマゾンに泊まり調査を行った。彼の研究によって集められた数千もの昆虫標本の中には、 約百種の縦波蝶化の独蝶赤や、まばら蝶赤の蝶が含まれていた。その蝶を外見のよく似たグループに仕分けしていく中で、ある祖語が生じ始めた。いくつかの種は一見お互いにとても似通っており、ベイツも羽の外見だけでは別種と区別がつかないほどだった。しかし他の細かな形態を精査してみると、それらの種は全く禁煙なしとは言えず、 別の分類群に所属する種であることが分かった。この発見に基づき、イギリスに帰国して間もなく、ベイツは1861年11月21日に開催されたロンドン輪廻協会の集会で、議体に関する理論について、口頭で発表した。その内容は1862年に、コントリビューションズ、通案インセクトファウナオブザ・アマゾンバレーとして輪廻協会の発行する。 学術誌に掲載され出版された。後に彼は著書アマゾン側の博物学者の中でこの擬態様式についてより詳細に議論した。これらの報告の中でベーツは禁煙でない二種の見た目が似通っている理由は捕食者に対する適応であるという考えを提唱した。彼は非常に目立った退職を持ち、 まるで捕食者をからかうかのようにゆっくりと飛ぶ蝶が複数種いることを指摘した。彼は、こういった蝶は鳥や他の無死食者にとって有毒で、それゆえに捕食を免れているのだと考えた。彼はこの論理をさらに進め、そうした有毒の種に似た特徴を持つ種は、毒がなくても、その警告職ゆえに捕食者に避けられ、捕食を免れていると推論したのである。 この自然主義的な説明は当時、ウォレスや1859年に種の起源を表したチャールズ・ダーウィンによって提唱されたばかりの進化論の考え方とよく一致するものである。提唱された当時、ベイツの理論の持つダーウィニズム的性格はアカデミアの内外を問わず反進化論者からの激しい批判を浴びていた。清火や毒ガエルは典型的な警告色を持つ 有毒のカエルである。生物のほとんどには捕食者がいて、常に進化的軍拡競争にさらされている。すなわち被食者はできるだけ捕食を免れるように適応し、そして捕食者はその適応に対抗してできるだけ効率よく捕食できるような適応をするというせめぎ合いで進化が起こっている。捕食者にできるだけ見つからないように適応した生物もいる一方で、 ヘビや蜂の毒、スカンクの悪臭といった捕食者に対する科学的な防御策を進化させた生物もいる。そうした生物はシグナル理論でいうところの正直なシグナルとして捕食者に対する警告となるような明瞭なシグナルを示す場合が多い。そうした警告シグナルが雨立つ種ほど捕食者への毒性が強いという相関があることがわかっている。 ベーツ型擬態をする生物は、警告色を持つ生物の体色を効率よく模倣することで、捕食者に自らが不味であるかのように思い込ませるという戦略をとっている。この戦略の成否は、擬態先の種の毒性の強さと、その地域におけるモデルの個体数に依存している。モデルの毒性が強いほど、捕食者がベーツ型擬態をする種を避ける可能性が高まる。 モデルの種の個体数も頻度依存選択の観点から考えて擬態の成功には重要な要素であると言える。モデルの個体数が多いと多少擬態が不完全であったり退職が異なったりしても擬態者は捕食者に避けられる。有害な獲物を捕食してしまう可能性が高い状況下では少しでも有毒な可能性があるものは捕食を避けるという戦略が 捕食者にとって有利となるからである。一方、モデルの個体数が少ない場合、擬態者の側では、擬態をより成功にするような進化が起きる。なぜなら、モデルの個体数が少なく、それに出会う可能性自体が低い場合、捕食者にとって不完全な擬態をしている種を躊躇なく捕食する、戦略が成り立つからである。頻度依存選択のために、 ベーツ型擬態をする種に多形が見られるという珍しい例もある。青蛇甲揚ゲ派に擬態するトランフ揚げ派がその一つの例で、ベーツ型擬態になっている暗色型の個体他に、擬態をしない名色型の個体も見られる。この多形はメラニン合成に関わる一つの遺伝子によって制御されることが分かっている。有名なベーツ型擬態の例である白火揚げ派。 有毒のベニモンアゲハに擬態している。ベーツ型擬態は、捕食者などからの攻撃を避けることを目的とする、防御的擬態の一種である。また、ベーツ型擬態は、分離したディスジャンクと系である。すなわち、捕食者、擬態者、モデルの三者のすべてが別種である。防御的擬態であるベーツ型擬態は、ペッカム型擬態とも呼ばれる、攻撃擬態とは、 対照的である。すなわち、攻撃擬体は、防御的擬体とは逆に、擬体者が、獲物の獲得といった積極的な利益を求める擬体だからである。例えば、フォートリス属のホタルは、別のホタルのメスの出す光を真似ることでそのホタルの、オスを誘引し、捕食してしまう。これは、攻撃擬体の典型例である。その他に、捕食者が、全く関与しない、擬体様式もある。 分散のための擬態が、その一例で、例えばある、種の菌類は胞子を散布してもらうため、不肉の匂いを出して、昆虫を誘引する。これは騙す対象の生物との接触を高めるための擬態といえ、そのような接触をできるだけ減らすための擬態である、防御的擬態とは、対照的なものである。ベーツ型擬態と比較的似た擬態の様式の一つが、バビロフ型擬態である。 バビロフ型擬態は、ニコライ・バビロフによって提唱された擬態の一様式で、雑草が穀物に似た特徴を示す現象のことである。雑草が穀物と似た形の種子を持っていると、遠見にかける際などに雑草が穀物として誤って選別されてしまう。これをそのまま畑に人が撒くことで、穀物に擬態した雑草が畑ではびこることになる。このようなバビロフ型擬態では、 擬態によって騙す対象は人である。人は雑草にとって捕食者ではないため、バビロフ型擬態は、ベーツ型擬態には該当しない。一方で、ベーツ型擬態と呼べる特徴を示す植物も知られている。アケビカのボキーラ属に属するツル植物の葉は無毒だが、自身が巻きついている樹木の葉に、葉の形を似せることで、食食者からの捕食の可能性を減らしている。 ベーツ型擬態と似たような擬態に、ブラウアー型擬態がある。これはこの擬態について研究したリンカーン P ・ブラウアーとジェーン・ファンザンとブラウアーの名前を取ったものである。この擬態様式は、自己擬態の様式の一つであり、モデルと擬態者が、どちらも同じ種である場合のベーツ擬態の位置形だと言える。すなわちブラウアー型擬態は、同種のより不みな個体に擬態することを指す。 この擬態様式は、捕食者にとって、有害な種の中でも、その有害度合いに個体差がある場合に成立する。例えば、オオカマダラの幼虫は、有毒なトウワタの仲間を食べるため、捕食者にとって有毒である。しかしその毒性には、個体差があり、有毒の植物を多く食べた個体は、毒性が強いが、それほど食べていない個体の毒性は、比較的弱い。しかしこの場合、 毒性の弱い個体も、毒性の強い個体と外見は同じため、捕食される可能性は低い。もう一つの重要な擬態様式の一つとして、博物学者、フリッツ・ミューラーにちなんで命名された、ミューラー型擬態がある。ミューラー型擬態は、モデルと擬態者の両方が、警告色を示す、固形的な擬態である。モデルも擬態者も有毒であるため、 必ずしも捕食者を騙すための擬態というわけではなく、また蜂の仲間のように、非常に多くの種からなる擬態関係もあり得る。トゲナガハナアブ属に属するハナアブの一種スプイロマイアローンガコニーズは蜂へのベーツ擬態を示すが、蜂とは異なり長い触角や胸と腰の間のくびれを持たない。擬態者がモデルを正確に模倣しているわけではない、不完全なベーツ型擬態も見られる。 その例の一つとして、ハナアブの仲間のスプイロマ前ア老音楽をニーズを上げる。このハナアブは、スズメバチの仲間に擬態しているが、詳しく見ると両者には、相違点がある。例えば、蜂の触角は長いが、このハナアブではそれほど長い触角は見られない。代わりにこのハナアブは前足を頭上で振って、触角に見せかけている。不完全な擬態が見られる理由については、 様々なものが提唱されている。例えば、不完全な擬態は、単に完全な擬態への進化の途上の状態だと言えるかもしれない。あるいは不完全な擬態は、複数のモデルに同時に似せることができるという意味で、利点があるかもしれない。またそもそも人間が判断する擬態の精度は、実際の捕食者による判断とは異なる。可能性もある。血縁選択によって、 擬体の質の低下が促進される場合もある。良質な擬体をすることへの選択圧が他の側面での選択圧より弱い場合にも不完全な擬体が進化する可能性がある。捕食者を騙すのにある一つの形質だけで十分な場合もある。例えばサンゴヘビ族のハーレクインサンゴヘビマイケルーリス、フルビアスがモデルであるキングヘビ族のスカーレットキングヘビ、 ランプリペルタスエレイプスイズの退職に擬態する系の場合、それぞれの色の配置よりも各色が体に占める割合の方が捕食者を騙すのに重要であることが示唆されている。サイクニアテネラなどの一人がかの側は有毒で超音波の警告音を捕食者のコウモリに対して発する。名画家のいくつかの種は無毒だが、これに擬態して超音波を発する捕食者は 視覚だけでなく、聴覚によって獲物を識別する場合もある。それに伴い、捕食者の聴覚を騙す擬態も進化してきた。コウモリは夜行性の捕食者で、超音波を用いた反響転移によって獲物を探す。獲物の中にはコウモリにとって有毒なものもおり、その中には警告色に相当するような超音波の警告音を発する種もいる。例えば、 赤コウモリや大首はコウモリの反響定義に応答してサイクニやテネラなどの一人画家の有毒の側は超音波の警告音を発する。コウモリは有毒な側を避けるよう学習するが同時に同様の超音波を発する無毒の名画家の種も避けるようになるのである。ありがとうございます。